こから始める？頑張ろうぜ。誰だ？誰も入れるなと言っておいたはずだ。精神集中の邪魔だ。相変わらず口だけは達者だな、お前は。ま、そのおかげで俺もこういった機会が作れたわけだが。今さら何の用だ？貴様！悪いな、立花。これ以上お前の好きにさせるわけにはいかないんだよ。これからが本番だな。お前には決してできない。俺だけの舞台だ。へえ、すごく綺麗な劇場ね。そりゃあこの間できたばっかりだもの。ヨーロピアンスタイルの本格的なオペラハウスをモチーフにしてるって話だから、すっごく豪華な感じよね。ランのやつ、今朝から妙にウキウキしてると思ったらこういうことか。チケットが取れてよかったね、コナン君。え、あ、うん、そうだね。私ちょっとパンフレット買ってくるね。あ、その子、私も行く。いいよ、ランの分も買ってくるからここで待ってて。そう？じゃあお願いね。内装もすごく豪華な作りだぞ、こりゃ。どうしたの、コナン君？うん、すっごく広くて綺麗な劇場だね。そうね、なんだか私たちすごく場違いな感じね。お待たせ、ハイラ。ありがとう。じゃあ座席の方に行ってみましょう。はあ、いよいよ立花さんをこの目で見ることができるのね。ラン、ナイスよ、ナイス。そうね、私はどっちかっていうとお芝居の方が気になるけど。立花さん？あら、コナン君知らないの？今をときめく劇団の立花敦史さん。好きだね。立花さんってこの劇団のトップスターなのよ。そう、超二枚目役者。これが立花さんよ。それにしても周りは見事に女性客ばっかりね。やっぱりみんな立花さんが目当てなのよね、きっと。ま、こんな超本格的なラブロマンスを見に来る物好きな男はそこのガキンチョぐらいか。悪かったな。それでこの舞台はどんなお芝居なんだっけ？前に見たことあるんでしょ？うん、遠い国から連れてこられたお姫様が最初に出会った騎士を国王と勘違いして好きになってしまうの。その騎士役が立花敦史さんね。そう、それで騎士もお姫様に惹かれるんだけど、二人の中に気づいた国王は騎士を追放してしまって、でも幾多の苦難を乗り越えて最後に二人は結ばれハッピーエンド。素敵じゃない。おいおい、そこまで知ってんだったらわざわざ見に来る必要ねえだろ。それで急に私を誘ったってことは、
ラン、本当は新一くんと来たかったんじゃない？え？え？そうそう、どうなの？白状しなさい。その子のやつ、どうせまたあんな推理オタクと一緒に見たってつまんないじゃない？なんて言うんじゃねえだろうな。やっぱり居場所もわからない人は誘えないよね。は？ううん、結局連絡つかなかったのよ。やべえな、女の会話になってきたぞ。ほんと、あやつどこを突き歩いてんだろう。あ、僕ちょっとトイレに行ってくる。え？コナン君、もうすぐ始まるわよ。すぐ戻ってくるから。まいったな。ここは一つランの携帯に電話を。いや待てよ、話をするだけじゃあいつは納得しねえだろうな。あのことがあってからずっと連絡が取れなくて心配していたのよ。ん？女の人の声？よく通る綺麗な声だな。今回は残念だったけど、あなたならすぐにチャンスが。あの人だ、なんか役者みてえだな。ずいぶん豪華な衣装を着てるけど。当たり前だ、俺を誰だと思ってる。お前こそ開演時間が迫ってる大事な時にこんなところに来て、役者としての自覚が足りないんじゃないのか。そんな、私はただ。早く行け。そんな格好で開演前の客席に来る役者がどこにいる。あの男、劇団の関係者みてえだな。それにしちゃ、なんでこんな後ろの席に。坊主、盗み聞きとは趣味が悪いな。ごめんなさい。やべ、始まっちまう。コナン君、遅かったじゃない。あ、ごめんなさい。いよいよ始まるわよ、ラン。様の登場ね。やっぱり素敵ね。あれはさっき後ろの席の男と口論してた女の人。キャー、立花さんの登場よ。あの人が国を追放されてからも陰からお姫様を見守っている騎士様なのね。お姫様を見守る仮面の騎士ね。ついにお姫様が運命の騎士と出会う場面よ。もしやあなた様は。ん？今の演技なのか。もう誰よこんな時に。誰か電源切り忘れたのね。いやね、マナーがなってないよね、まったく。Uh-huh.
太くん、危ないわね。 お見事。あれ、佐藤刑事と高木刑事じゃない？あら、本当。あの二人、こんなとこで何やってんだ？この大婚約者が、見てらんねえよ。この声は、さっきの男か。あれ、どうしたんですか、こんなところで。1階のロビーが混んでたから、ここなら空いてると思ってね。それにしてもお二人でデートですか？羨ましいですね。違うのよ、ちょうど非番の日が重なったから、暇つぶしも兼ねてね。そうなんですよ。それにしてもあんな前の方の席のチケットよく取れましたね。いや、徹夜で並んじゃいましたよ。え？高木くん、そんなにお芝居が好きだったの？知らなかった。別にそういうわけじゃ。相変わらず進展しねえな、この二人も。あれ、あのお姫様、あそこの通路から出てきたぞ。ということは、あの通路の奥は舞台裏に通じてるってことか。でも妙だな、次の幕まで時間もないのに、どうしてあの人は。正吾さん、どうして。何しに来たんだ、それもそんな格好で。何しにって、それは。やっぱりさっきやじったのはこの男だな。いい加減にしろ、ケイコ。俺を道化にするつもりか。正吾さん、何してるの、コナン君。え、別に何でもないよ。あら、あれお姫様じゃない？なんだか喧嘩してるみたいなんだけど。コナン君、立ち聞きはいけないわよ。そうだね。ね、なんか飲むでしょ？ジュース買ってあげようか。うん。じゃあ売店に行こう。あの人、ずっと劇を見てた割には随分と汗をかいてる。佐藤刑事、かっこよかったね。かっこよかったね。飛んできた剣先をナイスキャッチ。あれは普段からいろいろ鍛えてないとできない芸当よね。偶然よ、偶然。でもあれはちょっとびっくりしましたね。アクシデントなんだろうけど、ちょっと危なかったわね。あそこに座ってたのが佐藤刑事でよかったってことね。すみません。高木くん、そんなに気落ちしないで。誰だっていきなり飛んできたら尻込みするわよ。
フォローされてるようじゃこの二人もまだまだかな。あ、そろそろ第二幕の開演時間じゃない？そうね、じゃあ中に入ってましょうか。それじゃあみんな、また後でね。幕上がらないね。ちょっと、いつまで待たせるのよ。本当、どうしたのかな。妙だな、何かあったのか。さっき、あのお姫様が出てきた通路を通っていけば舞台裏まではすぐに行けるはずだ。急がないと。楽屋がいくつかある。どこだ？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 ドアが開いている。ここか！これは？救急車はまだ来ないのか？触っちゃダメだ！どいてください。警察の者です。誰か事情のわかる方いませんか？一体ここで何が起こったんだ。巨大劇場のこけら落とし公演、ロマンあふれる優雅な演目が歌われるはずだった。そんな華やかな舞台の裏側で起こった血の惨劇、これは自殺なのか、他殺なのか、それを知る手がかりは目の前にある。セーブするかい？それではあなたが第一発見者ということになるのね。はい。発見当時の状況を詳しく教えてちょうだい。はい。立花さん、二幕は板付きでしたから、彼がいないと幕が開けられなくて、ですから私が彼を呼びに楽屋へ行ったんです。返事がなくてどうしたんだろうって思ってドアを開けたら、こんなことに。板付きって？幕が上がる前から舞台の上にいることだよ。あなたは？中山翔吾、元役者だ。今は退団して無職だからな。それで、刑事さんの見解はどうなんだ？そうね、立花さんは第一幕で仮面騎士として舞台に出ていたわけだから、殺害されたのだとしたら幕開中だけど、その間には立花さん以外この楽屋に侵入した人物はいないみたいだし。大方一幕での自分の演技が恥ずかしくなって自殺したんじゃねえのか？それを決めるのは我々警察です。滅多なことは言わないでください。